to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. 皆様こんにちは。今回はリクエストいただきました。話題の激安通販サイトシェインでたくさんお買い物したので、今回はそちらを正直にご紹介したいと思います。はい、こちらが今回の購入品なんですけども、商品数がものすごい多くて本当に迷いました。アパレルもたくさんあるんですが、お洋服だけじゃなくて雑貨だったりとかインテリア用品だったりとかもたくさんあって、本当に迷って、選ぶのは楽しかったんですが、もう最後疲れちゃって全部見れなかったぐらい、はい、たくさんありました。なのでお買い物する際に欲しいものが見つかったり、ちょっとでも参考になったら嬉しいです。これ雑貨からご紹介するか、お洋服からご紹介するか迷いますね。どうしよう。じゃあアパレル、お洋服の方からご紹介します。まずはシャツです。こんな感じの色に入ってます。わあ、結構胸元が開きすぎかも。結構胸元開いてますね。胸元ざっくり開いて、袖がねちょっと個性的で可愛いなと思って買ってみました。はい、こんな感じのシャツです。こう袖のデザインとか、まあ首のデザインちょっと開きすぎだけど、このお値段とは思えないちょっとデザイン性だなと思って、はい、買いました。はい、今日着ているこちらが、はい、このお洋服ですね。動画だからこう着れているけど、正直動くとちょっとサイズが大きめでなんかいろいろずれてきちゃうので、なんか外ではちょっと着れないかなとか思ってます。こんな感じです。ちょっとこう首も落ちていて、こんな感じです。やっぱりちょっと胸元が広く開けすぎている感じがしますよね。形可愛いんですけど、袖の形もすごい可愛い。袖がすごい好き。 M サイズ買ったんですけど、ちょっと大きかったのもあるかもしれません。ルーちゃん尻尾で反応したの。ルーちゃんが足元にいます。あとはこちらもシャツです。シースルーのシアーシャツです。色もベージュっぽくって可愛いですよね。なんかこれから秋口、まだ暑いけど秋っぽくしたいっていう時にいいかなと思って、こういったサッと羽織れるようなシースルーのシャツを購入しました。全部首元上まで締めて着てもいいですし、開けて羽織にしてもいいですしって感じですね。サイズ展開が物によってなんですけども、めちゃくちゃあるやつとフリーサイズのものがあって、フリーサイズのものは日本の小柄な女の子にはちょっと大きいかも。大きく着たいデザインだったらいいと思うんですけど、あとはちょっとこう大きめのふくよかな方用のお洋服が、サイズ展開が XL、LL、2L、3L みたいなサイズ展開のアパレルもありました。可愛いなと思ってクリックしたら、そういう大きいサイズしかないっていうものもありました。これが2着目です。こちらは結構シアー感のあるシースルーで、お尻が隠れるぐらいの丈です。168センチです。秋口羽織として使ってもいいし、半分インしても個性的で可愛いと思います。腕とか見てもらったらわかると思うんですけど、こんな感じで結構透け感があります。ルーちゃん、そして3着目、なんかもう何だったっけなって忘れてる。買ってからね、届いてちょっと撮影まで時間が空いちゃって、あ、ワンピースです。 T シャツワンピです。こんな感じの、裾まですごく長い、こんな感じのネイビーの着やすそうなロング丈の巻きしワンピースです。夏涼しくて楽でいいですよね。プールとか川とかいいかなと思って買ったのかな。ルーちゃん尻尾立てて喜んでます。はい、こちらもやっぱり丈長めですよね。 M サイズを購入したんですけども、168センチでギリギリっていう感じです。胸元はこんな感じで、切り返しはこんな感じです。そしてこちらは、お、結構短い、こんな感じのショートトップスです。これはランクインしていて人気商品みたいで、ランクインしているものはこれだけですかね。これだけ買いました。ショートトップスで、フロントがクシュッとなっている、絞っているようなタイプのショートトップスです。なんかワンピースだったりとかと重ね着してもいいのかなと思って、ちょっと一つ人気のものも買ってみようと思って購入しました。結構ね、若い子に人気なのか、ランキングはちょっと若い子向けの
お洋服が多かったので、人気のランキングに入ってて買ったのはこれだけですね。これこの首元可愛いですね。結構ハイウエストだけど、中インナーのネイビーが見えちゃうので、インナーをアウトするような形で着るか、あとは中にワンピース着るかとか、そういう感じですかね。形が綺麗。あとはこちらね、スモーキーカラーですごい可愛いですよね。はい、これは110サイズ子供用の T シャツです。生地がなんか点線で不思議な感じ。これサイズが大きいのしかなかったので、お兄ちゃん用に買いました。お兄ちゃん用買っとけば、いずれ次男も着れますしね。はい、お兄ちゃんが4歳で、次男が1歳です。一応初めて見た方向けに言っとこうと思って。あとじゃじゃん、これも可愛くないですか。あの子供のお洋服すごい可愛いし、安くていいです。次男くんに100サイズ、長男くんに110サイズ買いました。これはね、色どっちもサイズあったんですけど、次男の方が汚すので、食べた時とかに、なのでお兄ちゃんが白で次男が黒にしました。ただね、コットン生地じゃないんですよね。ポリエステルになります。ポリエステルなので、まあ、あのシワになりにくく乾きやすく、私は好きな素材なんですけども、子供はコットンの方がいいなっていう方には向かないかも。こちらと同じような生地です。こっちもポリエステル 95%、 こっちもポリエステル 95% になってます。そしてこちらです。これもね、可愛いと思って買いました。わー、これもね、コットンっぽくビニールに入ってると見えるんですけど、ポリエステル 95% ですね。お兄ちゃんがブルーの110、弟がパープルの100ですね。お兄ちゃんの方がピンクとかパープル似合いそうな感じなんですけど、逆に買ってる。このポリエステル生地をどう見るかって感じですかね。さらっとしてて着やすくて、シワになりづらくて乾きやすくて、好きっていう方もいれば、やっぱり子供にはコットン100じゃないとっていう方もいると思うしね。はい、あとはこちらも子供用なんですけど、こう見るとコットンっぽく見えるんですけどね、どうなんだろう。お、こちらはコットン 65% です。見て可愛くないですか。電話みたいな、可愛いなと思って。はい、弟が赤、お兄ちゃんが黒で購入しました。はい、これはコットンが入ってます。ちょっとでもね、サイズ感が小さく見えるんですけど、どうですかね。110ってこんな小さいんだ。ちょっとなんかサイズ感が小さい気がする。こんなもんか。110、これも110、うん、同じぐらいか。110ってこんなもんなのかな。お兄ちゃんもうそろそろ120でもいいのかなって感じのサイズ感に見えます。あとこれなんだったっけなと思って、これ洋服じゃない、あーそうだ、エプロン。なんだこの生地、めっちゃ変わってる。これはめちゃくちゃ安かったんですけど、安っぽすぎるかも。ある意味個性的。この紐はなんだ。あと匂いがきつい、なんかなんて言うんですか、このビニール布じゃない、なんだろうこれ。デザイン可愛いなと思ったんですけど、なんかね、ここがふわふわだったから、あ、なんかちょこっと手を拭いたりとかして使えるのかなと思って、どんな感じかなと思って買ってみました。まあでも使ってみます。料理動画でまたつけてるかもしれません。首の紐が好みではないのと、生地がすごく固めです。でもフロントにポケットがあったり、このサイドで水気拭けるんじゃないかなと思ってるんですけど、どうなんでしょうか。あとはこれなんでしょう。怖い顔が見えてる。うわ、そうだ、これもエプロンです。ちょっとね、エプロンはアパレルよりかも特別安かったから、だからしょうがないんですけど、ちょっとエプロンはびっくりっていう感じ。価格相応のクオリティです。触らないな画像じゃ。はい、ちょっと使いにくそうな感じはあるんですけど、まあ使ってみます。この動画を参考にお買い物する方、エプロンはちょっと気をつけた方がいいかも。なんかあんまりそういうこと言うと失礼かなとも思うんですけど、一生懸命作った方がいらっしゃるし、だけどこの動画を見てお買い物の参考になればいいなと思っているので、もう私の感想はそんな感じです。エプロンに関してはですよ。アパレルはまだ私のやつは着てないけど、子供服は結構いい感じ。エプロン着てみました。こんな感じです。なかなか個性的ですよね。でも物撮りで見るよりかも着てみた方がいいかも。あとそう、靴買いました。靴はね、ボコボコだったけど一応箱に入ってました。モノクロのサンダルなんですけど、ちょっとソールが高めですごい可愛いなと思って購入しました。まあね、安いのでしょうがないんですけども、まあちょっとこう履いてたら分かんないかもしれないけど、近くで見るとやっぱり安っぽい感じはあるかも。でも普通に履いてたら可愛くないですか。うん、なんかこういったね、感じの可愛いサンダルがたくさん売ってましたよ。白はね、汚れやすかったり劣化しやすかったりするし、こういったプチプラで購入するのもいいですね。
可愛いですね。あとはじゃん、なんとラグも売ってるんです。結構選んだものは小さめではあるんですけども、とっても可愛いですよね。ちょっと違ういろんな柄があってこちらを選びました。バスマットとか洗面所のマットとかに良さそう。洗面所床が石なので、冬が冷たくて冷たくてしょうがないので、その時に引いたりとかしようと思って買いました。いいですね、これは使います。あとはこちら、はい、一応インテリアとして花瓶に挿しておくと可愛いかなと思って買いました。めっちゃ安かったんですよ、これも。まあこうめちゃくちゃ近くで見ると、まあお値段相応かなっていう感じはあるんですけど、全然飾ってればわからない。そしてこちらも買いました。可愛いユーカリです。ちょっと曲がっちゃってて残念。でも全然いいですね、これは。結構いい、曲がってるけどちゃんと伸びる。ちょっとラメラメは落ちるけど、ラメじゃないな、ラメラメはしてないので、ラメじゃないけど、なんかちょっとこう塗装が落ちるけど、それでもこれは良かった。買って可愛いです。インテリアに絶対可愛い。本当にお安いのでいいですね。こういう感じで合わせてなんか飾るといいかなと思って買いました。可愛いですね。こちらも飾ってみました。かわいい。こんな感じです。あとはじゃん、これもすごい。じゃーん、なんとこんな感じでかわいい小分けのパックが何枚セットだろう、書いておきますね。何枚セットだろう、いっぱい入ってます。こうやってプチプチになっていて、この中になんか入れるようになってます。可愛いですよね。ここピアスとか小物とか小分けに収納するのにもいいし、こういうのだったら半分は透明で中が見えるので、なんかコード類をこれで分別してもいいですし、あとはなんかプレゼントで送るときとか渡すときとかでも可愛いですよね。うん、すごい大量、これいいですね。はい、こんなにたくさんセットになってます。あとはキッチン用品、キッチン用品もあるんです。まずはこちら、ステンレスストローです。ステンレスストローはニトリでもこの間買ったんですけど、カラフルなやつ買って普通にシルバーでよかったのになって思ってたので、安くてシルバーがあったので購入しました。カラフルなやつも今ね実際に利用しているんですけども、主人が間違えて食洗機に入れちゃったりとかして、なんか変な色になっちゃったりとかいろいろしている状態です。でこういったまっすぐなストローはね今も持ってるんですけど、こうやって曲がってくれているのすごい飲みやすいですよね。こちらが8本とお掃除用のものが2本。あ、ちゃんと入る。こうやって掃除します。曲がってる方も入るかな。あ、曲がってる方はこっちからと、一応入ってるけどこっちからと。はい、これもねセットでお得でした。はい、嬉しい。やっぱり、ね、夏は氷入れて飲むことがやっぱ私多いので、ストロー使わず飲んだらこう氷が歯に当たって冷たかったり、なんか飲みにくかったりするし、コーヒーもストローで飲まないでこう直接飲んじゃうと歯にステインがつきやすい感じがするので嬉しい。あとはじゃじゃん、こちら、これ色が選べなかったんです。はい、色が選べなくて2つ頼んだら2つともピンクになっちゃった。なんか立つしゃもじでうさぎになります。あ、でもなんか立ちが弱いかも。フランフランにあるしゃもじみたいじゃないですか。フランフランにあるうさぎのしゃもじみたいで使いやすそうで可愛いなと思って、で1個はピンクが欲しかったんですよ。主人のお母さんにあげようと思って、お家に帰った時に炊飯器のしゃもじが立つものではなかったので、こうお椀にしゃもじを置いて使ってました。したら洗い物も触れるしね、手間じゃないですか。だからこう立つしゃもじあげたいなと思ってて、で義母はピンクが大好きで可愛いものが大好きなので、あ、これ1個ピンクが当たったらいいな、あともう1個は我が家用になんか違う色、ベージュとかだと嬉しいなとか思ってたんですけど、両方ピンクでした。ちょっとねこの立ちが甘いな、もうちょっとしっかり立ってくれると嬉しい。まあそれでもめちゃくちゃ激安なので、はい。あとはこちらもランダムでピンクが届きました。ピンクばっかり。ピンク好きな人多いから数多く作ってるんですかね。お外で食べる時とか、はい、お弁当とかにもいいようなセットになってます。可愛いですよね。そしてこちらはちょっと面白いなと思って買ってみました。この蓋にスプーンがついてるんです。なので例えばまあお砂糖とか入れたり塩とか入れたりして、このままこうすくえるようになってます。ちょっとねどんなもんなのかなと思って1個買ってみました。なんかアイデア商品ですよね、面白い。あとはこちら、なんと鏡です。人気の韓国雑貨とかでありそうな、
はい、こういった鏡です。あー、そっか、裏は自分で両面テープで貼ってくださいって感じです。まだ貼らないけど、まあ、こういった両面テープがついているので、こういうので自分で貼ってくださいっていう感じですね。で、こっちは曇ってるように見えますが、これを剥がせば、はい、綺麗な鏡になってます。だいぶ前なんですけど、以前ニトリ購入品で両面テープで壁に貼れる六角形の鏡を紹介しました。あれはもう親切に綺麗に両面テープが裏にくっついてくれていました。ああいった六角形のものもこちらのサイトにも売っていました。これでもお部屋に貼ったら可愛いですよね。トイレとか玄関とか。鏡はこのデスクの横につけました。この私のデスクの横に鏡を設置しましたので、なんかここで座りながら合間にね、スキンケアとか顔のマッサージしたりすることもたまにあるので、はい、いいかなと思ってこのデスクの横に貼りました。どこでも貼れるのが嬉しい。あと最後こちら、こちらはシールです。お部屋に貼れるシールです。こういったお部屋の壁に貼れるシールは以前ニトリでもご紹介したんですけど、買ってみました。この YouTube の背景に貼ってみようかな貼ってみました。どうでしょうか。84円なので飽きたら剥がせるし、いいんじゃないでしょうか。はい、こちらが今回の購入品です。いかがでしたでしょうか。正直お洋服は当たり外れがあると思います。やっぱりインターネットなので、はい。これはちょっと大きすぎたけど、生地はなんか悪くないんですよね。うん、袖も可愛いし。でもね、生地もやっぱり実際見てみないとわからないなと思ったし、まあ、お値段相応の感じの生地だなって思う方も多いかもしれません。ただ本当に安いです。あとビッグサイズお求めの方にもいいかも。その XL から展開 3L とか 4L とか、そういった展開のお洋服もあるので、子供服もコットン100とかにこだわらなければデザインも可愛いし、とにかく安いです。本当ワンコインで買えちゃうような。なので、まあ、インナーにコットン100のものを着して、上にこちらの T シャツを着せたりとか工夫してもいいですし、絶対にインナーを着る冬服とかも楽しみにしてます。でも冬服こそ安いもの買うとすぐ毛玉できるんですよね。まあでもちょっと気になります。あとは本当に品揃えがすごいです。本当に全部見れなくて途中で疲れちゃったぐらいにすごいです。アパレルだけじゃなく、インテリア雑貨やキッチン用品まであります。雑貨がね、本当に安くて可愛いです。子供服や雑貨はまた覗きに行ってしまうかもしれません。はい、少しでも参考になれば嬉しいです。はい、今日はちょっとお顔が違うかなと思うんですけども、ミキポンのカラコン1番を入れています。今日のリップはケイトリップモンスターラスボスです。関連動画にはファッション関連の再生リストとあなたへのおすすめを貼っておきます。ぜひチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。